それでは続いてのゲストセッションは、ハイブリッド時代で輝くためのプレゼン術についてお話をいただきます。株式会社エンソー代表取締役、元日本マイクロソフト株式会社業務執行役員、澤まどか様です。スライドを使用してこちらご質問を受け付けますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。ただいま準備を整えておりますので、皆様少々お待ちください。それでは澤様、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、エンソーの澤と申します。久しぶりにこのステージの上で喋るっていう感じ、この感覚いいですね。マスクしてるんで大丈夫だと思うんですけれども、せっかくなんでですね、久しぶりということもありますね、記念撮影しますからね。はい、ちゃんと笑顔作ってくださいね。はい、チーズ。はい、もう満足したから帰ろうかな。というわけにもいかないのでちょっと喋りますけれども、だいぶ斉藤先生の方がですね、温めていただいたんで、多分かなりの数の方がうなずいてくれるんじゃないかなと思いますけどね。では早速内容に入っていきたいと思いますけれども、ハイブリッド時代の、輝くためのプレゼン術ということですね。といってもスキルの話はそんなにしません。どっちかというと考え方です。ちなみにですね、79枚スライドを作っていて、それを18分ぐらいで喋りますので、かなり早口になると思います。もう自己紹介はバーッと流していきます。いろんなことをやっていますというのが一言の説明になるわけなんですけれども、この中でもかなりプレゼンテーションだったりとか、あるいは何かを説明するという機会が非常に多くあります。どれぐらいやったのかという実績についてお話をすると、2019年の段階では306回、1年間に306回喋ってます。ほとんどがこういう形、ステージの上とか、あるいは会議室のような形で人を目の前にして喋るというのがほとんどでした。300回以上そうでした。でも去年になってからですね、一気にそれが変わりまして、オンラインだけで196回喋ってます。これぐらい変わったんですね。そしてもう必ずと言っていいほど聞かれる質問があります。オンラインだとやりにくくないですか、というふうに聞かれるんですね。はい、オンラインだとやりにくいっていうふうに感じる方どんぐらいしますでしょうか。オンラインだとやりにくいっていうふうに感じる方、多いですね。ありがとうございます、ありがとうございます。でこれはですね、僕考えてみたんですけど、飛行機と電車、これ比べても意味がないものだと思いませんか。どういうことかというと、例えば飛行機の方が早いけれども、空港がない場所に行こうと思っても飛行機役に立たないわけですよね。で海外旅行に行こうと思った時に電車で行きたいって言ってもこれ無理なんですよね。要するにギブンコンディションってよく言いますけれども、与えられた環境というのを考えた場合に、それに適したものを選ぶというのもこれ仕方がないことなんです。もっと言うと、去年の段階でコロナ禍というのはもう起きているわけですから、1年経ってるわけですよ。1年も経ってるのに、いまだにハイブリッド環境、オンライン環境に私ちょっと適合できないんですって言ってるのは、これプレゼンテーションが苦手とかオンライン環境が苦手というレベルではありません。これ仕事ができない人です。申し訳ないですけど、なぜか与えられている環境に適応してないんですから。さらにこれからややこしくなります。ハイブリッド環境ですからね、両方とも混ぜた状態でやらなきゃいけない。もう世界はリセットされたんですよ、2020年に。これ25年ぶりです。インターネット登場と同じぐらいのインパクトというものが我々のところには降ってきたわけです。ですんで、もう考え方をアップデートしていくしかないんですね。考え方をアップデートしていくしかありません。マインドセットのアップデート、もうこれアップグレードと言ってもいいかもしれないですね。これが必要にあります。じゃあそのプレゼンテーションにおけるアップデート、どういうのが必要なのかというのを語るためにはですね、まずプレゼンテーションというのは何なのかというのをちょっとお話をしていかなきゃいけないかなと。プレゼンテーションというのはどういうものなんだ。多くの方がこういうですね、こういう場所ですね、たくさんの人がいる前で一人で何かをしゃべるというのをイメージするんじゃないかなと思います。もちろんプレゼンテーションです。だけどこの対面一対一、これも僕はプレゼンテーションだと思ってますし、もちろんオンラインでやるのもプレゼンテーション。つまり何を言いたいかというと、人数環境に関わらず誰かに何かを伝えることっていうのは全部プレゼンテーションだと思ってください。そういうふうに考えるのが一番重要だということと、そして環境以下に関わらず本質は何一つ変わらないんだということなんですね。
ですので、その本質ということを理解しておけばプレゼンテーションを恐るるに足らずということになるわけです。ですけれども恐れちゃうんですね。あ、じゃあプレゼンテーション私もうすごい得意だ、好きだ、もう毎日のやりたいって方、もう絶滅危惧種ですよ。一人だけですからね、この会場だけで。ほとんどいないわけですよ。ほとんどの方がどっちかって、じゃあ嫌だって人、苦手だって人、できれば避けたいって人、はい、あとの人は間ぐらいですかね、はい。じゃあよくある勘違い、そういった方々にある勘違いをちょっとご紹介をすると、例えばうまく話さなくちゃいけないとかですね、あるいは正しいことを言わなくちゃいけないですかね、あるいは他の人と内容がかぶっちゃいけないとか、そういったことを考えるわけです。もちろんこれは下手に喋んなきゃいけないとか、間違ったことを言わなきゃいけないって逆のことを言いたいわけじゃないんだけれども、こういう思考っていうのはどういうものかというとですね、僕何て言ってるかというと、これ呪いと言ってます。わざわざ自分にかけてる呪いです。誰かがかけてるんじゃないんですよ。自分がかけてるんです。うまく喋んなきゃいけないんじゃないかって言ったら、だんだん緊張してきてですね、嫌な汗とかかき始めるわけですよ。自分にかけてる呪いです。これは解放されてください。この瞬間だけ切り取ったら何の自己啓発セミナーだって感じですけどね。だけどこれすっごい重要なことなんです。まず解放されなきゃいけないんですよ。自分をリリースしてあげてください。リリースすると世界が動くんですよ。例えばマーティン・ルーサー・キングさんの I have a dream という、私には夢があるというスピーチ、もう名スピーチですよね。彼は実はプレゼンすっごい苦手な人なんだそうです。ですんで YouTube なんかでこれ転がってますんで、ぜひ聞いてみてください。声震えてるんですよ。それぐらい緊張しいだったそうです。だけど勇気を振り絞ってこのスピーチをやったんですね、1963年に。その運動がずっと続いていって、最終的にオバマ大統領の誕生まで行ってるわけですよね。世界はプレゼンで変わります。プレゼンが世界を変えてきたんですよ。もっと言うと、人類の歴史っていうのはプレゼンテーション以外で変わったことないんです。誰かが誰かに何かを言って行動を始めるから世界は変わるんですよ。だからプレゼンテーションが世界を変えてきたんですね。すごいかっこよく決まったところですね。だけどこんなかっこいいこと言って大きなこと言った僕のところに一番よく来るオーダープレゼンのコツを教えてください、ものすごい軽いんですね。ずいぶんギャップがあります。でもコツっていうキーワード、結構これ癖物です。コツ、お味噌汁を美味しく作るコツ、ちょっとイメージしてみてください。いろんな方法があります。で、日本料理屋さんのすごい腕の立つ料理長に聞いたらですね、こんなこと言ってました。だしパックの量を倍にするといいですよ。同じ量を倍に出してでもこれえぐみが出ちゃうんでよくない。だしパックを倍にすると美味しくなりますよ。さあこれだけ知っててお味噌汁作れますかって話なんです。コツとしては正しいんですよ。だけどこれだけ知ってて味噌汁って作れるのかっていう話です。ジュースしか入ってない冷蔵庫とか、そもそもキッチンがないとか、鍋がないとか、これじゃダメよねって話ですよね。だから必要なものはあらかじめ揃えましょうよと。じゃあ何を揃えればいいのか。まず自分は何のために存在するんだ。ここまで戻らなきゃいけないんですね。なんで自分は存在するんだ。別にこれ哲学的なことを考えなさいという意味ではなく、プレゼンテーションという意味で言うとどう考えればいいか。なんでこの話自分がするんだっけ。自分の話にはなんで価値があるんだっけ。相手が自分の話を聞く意味は何だっけっていうことをまず自分に問いかけてほしいんですね。喋ることを目的にするんじゃなくて、まず自分に対して問いかけるところからスタートなんです。それを言語化してください。なんでそんなものが必要なのか。いいじゃん、別に与えられたものをうまく喋ればいいんじゃないの。違います。自分が納得してないのにプレゼンテーションで成功しないんですよ。自分が納得をしていると少々噛もうと変な汗かこうとスライドが表示されなかろうとどうにかなるんです。どうにかなる。環境がどうあろうとです。オンラインであろうとリアルであろうと、自分が納得しているということが一番大事なんです。徹底的に喋る前に思考しなきゃいけないんです。なんでこの話するんだ。そしてそもそも自分はこの話信じてるのか。そしてこれによって誰かハッピーになるんだっけっていうことを問いかけてほしいんですね。誰がいつどのようにハッピーになるのか。プレゼンテーションっていうのはハッピーになるためのきっかけ作りなんですね。誰かが何らかの形でです。これそもそもの話なんですけれども、ビジネスっていうものはどういうものって考えたときに、全てのビジネスっていうのはこれ社会貢献ですよね。これ疑う余地ないんですよ。社会貢献以外のビジネスっていうのは全部これブラックビジネスですから、これ犯罪になります。
本来のビジネスは全て何らかの形で人類に貢献するようにデザインされているはずなんですよ。そのためにプレゼンテーションというのも行われるわけですね。ビジネスプレゼンテーションというのは、でプレゼンテーション、言葉遊びをしましょうか。プレゼンテーション、エーションを取ったらプレゼントです、贈り物です。さあ皆さんに質問です。贈り物をするときに相手がものすごく困ったりとか迷惑があったりとか嫌な顔をするのが好きだからプレゼントをあげるって人どんぐらいします？いたら後で個別に話があります。根性を叩き直して差し上げましょう。なわけないですよね。なわけないんですよ。喜ぶために話し、プレゼントを送るわけですよ。だから喜ぶために話をすればいいんです。そのためには製品サービスの説明をするとかですね、話し手が自分が要するに喋りたいと思っていることとか正しい情報ばっかりとかっていうのは必ずしも相手が喜ばないってことなんですね。本当にそれって相手が聞きたい話なんだっけ？ぜひそれを自分に問いかけてみてください。そこからです話は。じゃあ何が大事か、これ体験なんです。体験が人を動かします。例えばあそこの角のイタリアン、どうやらミシュランの星もらってるらしいよ、今度行ってみればというふうに言われるのと、昨日行ったらめっちゃうまかったんだよね、確か醤油豚骨好きだったでしょ、明日一緒に行かない、どっち行きたいですかって話なんですね。情報としては正しいんですよ。ミシュランに載っているというのは情報としては正しいんです。権威もあります。だけどうまかったから一緒に行こうよの方が心動くわけですよね。なぜか、体験がそこに含まれているから、そしてアクションが明確だからです。じゃあそのアクションの具体的なイメージを持ってもらうにはどうすればいいかというと、全ての言葉の最初を皆さんとかあなたとかっていう言葉に置き換えられるかどうかなんですね。皆さんがプレゼンテーションをするときに、皆さんがオンラインで誰かと話をするときにというような言い方に変えていくわけですね。オンラインプレゼンテーションというものはというような一般論というのは人を動かしません。情報は正しいんですよ。ですけどビジネスプレゼンテーションって大体この罠に陥りがちなんですね。弊社の製品は、我が社のサービスは、この施策は、これが主語である限り相手には非常に届きづらいんです。あなたがこのサービスを使うと、皆さんがこの施策に協力してくださると、それで初めて自分ごとになるんです。人は自分ごとでしか動かないようにデザインされています。自分ごとにいかにするかというのがプレゼンテーションにおける一番根本です。そうなるともオンラインもリアルも全く関係ありません。そして伝言ゲームだと思ってください。伝言ゲームを制する者は世界を制します。誰かに言葉をプレゼントをして、それがどん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 伝わっていくんです。そうすると運が良ければ帝国を築けます。これはローマ帝国を作ったアウグストゥスさんですけど、彼がローマ帝国をやってた時で変だな、ローマ帝国を建てた時っていうのは文字も多分ないですよね。手紙とかもないんですよ。もちろんメディアもないです。パワーポイントとか全然リリースされる前です。その段階で5000万人の人を統治するっていうと、もう全部口伝のはずです。口伝え、誰かが誰かに何かを言う、その伝言ゲームのトップがこの人だったってことなんですね。ですので、そう考えてみてください。世の中は伝言ゲームによって動きます。さあもうちょっと具体的な話をしていきましょう。プレゼンテーションの話をもうちょっとしていきたいと思います。プレゼンテーションに非常に重要なのは視覚と聴覚のコントロールです。じゃあここでオンラインに関する話にちょっとフォーカスをしてお話をしましょうか。オンラインプレゼンテーションの前提条件、これはですね、参加者全員超最前列ということなんです。今この会場だとちょっと距離がありますよね。まあ、結構こじんまりしている会場なので割と近く感じることはできますけれども、とはいえですよ、オンラインの方々はもう最前列なんですね。もう見てますよっていうふうにやると、みんな僕と目が合ってるんですよ、全員ここでということなんですね。これは異常事態です。今までなかなかなかったことです。楽になったポイントがあります。フォントサイズちょっとちっちゃめが使えるようになりました。あるいはウェブ情報への誘導詞なんていうのが使えますね。チャットなんかを使ってリンクを貼ってこれ見といてくださいができるようになりました。あるいはスライドの情報量の増加なんていうのも言えるかなと思います。まあフォントサイズとこれ連動してますけれども、まあチャットなんかとこううまく組み合わせるとですね、声を出しづらい人の質問なんかも受けたりとかできますね。これ企業向けの研修なんかをやってるとすごく顕著なんですけれども、企業でマネージャーさんとかがみんな出てるような会場でやると、今までって若手の人たち質問しなかったんですよ。
最近オンラインでやると若手の人たちからの質問がめちゃくちゃ増えました。テキストだとやりやすいんですね。じゃあ新しいチャレンジもあります。難しいところですね。これはやっぱり何のかねてツールデバイスには慣れてないといけない。そしてネットワーク環境っていうのに精通してなきゃいけない。そしてカメラ写りっていうのも理解しておかなきゃいけない。やっぱりですね、ネットワークっていうのはこれ優先接続は超推奨ですし、そしてライティング、これもすごく大事ですね。ライティングはもう一つだけ皆さんにアドバイスをするとしたら、窓を背にしないでください。これ真っ黒けけになります。後ろからの光源があるとどうしても顔暗くなりますんで、イメージとしてはテレビのニュース番組の犯罪者のインタビューになります。プライバシー保護のため音声を変えてあります。あれね、ああいう感じになっちゃうんで、後ろから光を当てるっていうのはやめてください。さあ、これがですね、僕の環境なんですけれども、例えばスピーカーマイクなんかも外付けっていう。で、これがですね、このカバン1個に全部収まります。このカバン1個に全部収まるオンライン配信キットです。ですね、僕はこのカバン1つ持っていけば外部で複数のカメラを使って配信を行うことができます。例えばなんですけれども、これスイッチャーです。これでカメラの切り替えなんかを行うこともできます。そして先ほど言ったようにマイクは外付け。これ指向性の非常に強いガンマイクで、こっちからしか声が入らないので、他のノイズって入りづらい作りになってます。結構いいやつなんですね。で、なんといってもいわゆる女優ライトってやつですよね。ちょっとコンパクトなモデルを使ってますけれども。で、そして配信はですね、スマートフォンをウェブカメラで使うって、これ結構便利です。スマートフォンってやっぱりピントを人の顔に合わせるっていう機能もともとついてますんで、それもアウトカメラ、こっち側のカメラを使うと非常にいいですね。で、僕は、こういうですね、アクションカメラなんかを合わせて、そこでも使ってますけどね、はい、アクションカメラを使って、実際に自分の環境を映したりとかする、なんかマルチカメラで僕は配信することができるという状態なんですね。で、パソコンはこれが配信用で、これがパワーポイントを映す用で、で、これが手書き用だったりします。これで手書きで実際にパワーポイントを、パワーポイントじゃなくて、ホワイトボードを使ってアプリケーションをこう変えたりもします。このことやるんですね。手書き結構これ人の心動いたりしますんで、おすすめです。さあ、落ちりやすい罠もご紹介しておきましょう。アイコンならこんなデスクトップでやっちゃダメですよ。こんなもうデスクトップは掃除しましょう。それからよくあるのはこれなんですよ。編集モードでスライドする人、かっこ悪いんでやめてください。ちゃんとスライドショーにしてください。視覚ノイズをなくしてください。なぜかというと気が散るんです。気が散ると耳が留守になります。耳が留守になると理解度が下がります。せっかく話すんだったら見せたいものに集中をして耳にフォーカスをしたいんですね。そして時間オーバーをしないようにしましょう。ちゃんと僕はストップウォッチを動かしています。時間は貸し借りするものなんです。僕のように申し上げましたよね。私、お時間を頂戴してって言ってません。お時間をお借りしてと言ってます。できる限り時間は圧縮しましょう。そして余った時間を Q&A には回すんです。今日も Q&A 取りますからね。そして質問を恐れすぎません。質問はオプションサービス。答えたら勝て。でもやっぱり質問怖いんですよ。そんなあなたに送ります魔法の言葉。なんて言えばいいか。いい質問ですね。もう大体これで問題解決です。そのままスーッと次の質問行っちゃったりとかしてね。で、それちょっとあれなので、私はちょっと答えられないかもしれないんで、別の人間連れてきますのもいいんです。受け取ることが大事です。全部打ち返す必要ありません。一回受け取ってあげればそれで十分。それをやりましょう。そこの部分でテンパらないでください。いい質問ですね。にっこりでいいです。それでもうお役目果たしたと思ってください。そしてもう一つ、ちょっといいテクニックです。ありがとうございましたというのをその音で考えてみてください。ありがとうございましたっていうとちょっと元気が出る、拍手がしやすくなるんですね。挨拶するとき全部これ使ってみてください。おはようございます、こんにちは、ちょっと高め、ご清聴をつけるとご清聴ありがとうございましたって拍手しづらくなります。ちょっと元気にするんだったらその音を意識するとオンラインでも結構元気よく終わらせることができます。そしてこれ鉄の約束、血の掟と僕言ってます。決死の覚悟でギャグを言わないでください。これによる致命的な損傷を受けている人何人も見たことありますからね。やるんだったらちょっとオーバーに表現する。例えばパッと見た時に、あ、これ2万人ぐらいいますね、いるわけねえだろって話なんだけど、そういった言い方をしたりとか、ちょっとずれた表現をする。例えば僕がプレゼンテーションを過去に見た人いますかっていうのではなくて、僕がうごめいてる姿を過去に見た方いらっしゃいますかと聞くとか、ちょっとずれてる表現、あるいはちょっとした寸劇を入れる。デジタルトランスフォーメーションが重要だと経営者の方はよく言ってますというんじゃなくて、多くの経営者がうちの会社もデジタルトランスフォーメーションを、そんなことをおっしゃってるんですねっていう感じで、ちょっと別人格を入れてあげたりとかするとメリハリが出ます。これもテクニックです。よかったらチャレンジしてみてください。ということで、もう最後になりますけれども、
ありたい自分というのを考えてみてください。自分はどうありたいんだ、人の前でどういうふうな自分でいるのがいいんだということを自分に問いかけていただき、そうするとですね、全ての言葉は本当になるんですね。それを自由に表現するのがプレゼンテーションだと思って、皆さんのプレゼンライフ、オンラインもリアルもそれもハイブリッドも楽しんでいただければと思います。ということで、僕のプレゼンテーションはここまでとさせていただきます。ありがとうございました。澤様、どうもありがとうございました。それではここで質問をお受けしたいと思います。まずは Zoom ミーティングでご参加いただいているリモート出演者の皆様からの質問をお受けしたいと思います。さあ、では質問ございます方、挙手をお願いします。どなたかぜひご質問いかがですか。はい、ありがとうございます。では今手振っていただいている方お願いします。はい、音声ミュートにしていただいて、ミュートをオンに、あ、解除にしていただいてお願いします。はい、福岡から聞いてます、藤田と申します。はい、こんにちは、藤田さん。こんにちは。髪の毛をそこまで長くされている理由は何かあるんですか。伸びちゃっただけです。あ、そうですか。人間って、人間ほっとくと髪の毛伸びることがあるんですね。で、あとはただしこれ目印にはなりますよね。やっぱり雰囲気でパッと分かっていただけるということでアイコンにはなっているというのと、あともう一つがアイコンになるとタグになるので、そうすると純粋想起してもらえるんですね。プレゼンテーションよくやるこういう髪型の人っていうので呼んでいただけるという差別化要因になりますので、便利だからこうやってます。はい、はい、僕は反対に丸坊主に今日してみたんですけど、アイコンになりますでしょうか。でただね、最近多いんですよね。なんで一工夫してもいいかもしれないです。絵を描くとか。あ、なるほど。はい、あ、いいですね、そういうのですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、どうもありがとうございます。それではもう一方ぜひご質問。はい、では後ろに地球の、はいはい、乗っている方ですね、お願いします。はい、ありがとうございます。ボディーランゲージについて質問があるんですけれども、はい、オンラインイベントだとどうしてもその胸より上しか映らなくて、はいはいはい、手の動きとかがこう映りづらくて、その伝わりづらいことがあると思うんですけども、その中でどうやったら意識して、そのボディーランゲージも含めて伝えられることのポイントとかありますでしょうか。はい、これはまあテクニックの話なんですけれども、今例えば僕が配信のところ、ちょうど分かりますかね、ここのバストショットになってますよね。手の位置っていうのはここら辺にしておきましょうっていうのは、まず手が動かせる位置に置いておく。で、奥行きをこう使う、だから左右はあまり使わないんですね。で、前後の動きっていうのを使って手がいつでも出せるあたりに置いておくっていうのがポイントになるかなと思います。で、どれぐらいやったらはみ出て、どれぐらいだったら映るのかっていうことを認識した上で、その中で動かしていく。特にやったら効果があるのは、分かりきってるけれども数を表示するとかですね、ちょっと手を挙げてみてくださいとかってやるとかっていうのは、ここの中でも十分表現できるんで、自分の手の位置っていうのを意識するということと、もう一つは左右の動きではなくて前後の動きを意識する。で、ずっとこうやってると、なんか僕の場合だと特にハードロックな感じになっちゃうんですけど、落ち着きがないって見られるよりは、うんうんってうなずいてるなとか納得してるなとかっていうような雰囲気作りのために、前後の動きを使ってください。左右ではなくて前後、それから手を使う、この2つがポイントになってくるかなと思います。こんな答えになってますかね。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました。それでは質問コーナー終了とさせていただきます。澤様、どうもありがとうございました。大きな拍手でお送りください。